今後はいって。どうも、ゆうです。今回はですね、通訳者のシャドーイングルーティーンというテーマについて動画を撮っていこうと思うんですけれども、僕は今、シャドーイングという勉強をたくさんやってまして、いろんなね、動画をね、ボン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 作ってるんですけれども、じゃあお前どうやってやってんのかと。いや、僕は言われるわけですよ、皆さんに。いやーって、僕勉強法しか言ってないから、全然詳しいとこ確かに出してなかったなと思って、まあ、いつもはこういうなんか、あってうるさい感じですけど、まあ、落ち着いた感じでね、今回はやっていこうかなと思います。で、まあ、今回の動画正直あんま面白くないです。僕がただ勉強してる動画なんで、全然面白くないんですけど、まあ、皆さんと一緒にね、こうやって、ブーブー言いながら勉強できたなと思います。それでは行きましょう。で、今回僕が使う動画はですね、フラットホワイトの付け方っていう、めちゃくちゃ癖の強い動画なんですけど、まあ、これはね、僕がフラットホワイトっていう、まあ、オーストラリアで有名なコーヒー。そのコーヒーがめちゃくちゃ好きで、まあ、留学当時にフラットホワイトが通じなくてめちゃくちゃ悔しかったみたいな思いもありながら、このフラットホワイトっていうのはすごく自分の中では思い入れが強いんですけど、それをふとね、この前パパパって調べてたら出てきまして、で、その人の動画っていうのがめちゃくちゃ良かったんですよ。はい、めちゃくちゃ良かった。だから、ちょっと今回はね、これを教材に使って、ぜひやっていこうかなと思います。ちょっと見てみるとこんな感じですね。なんか、favorite cup of coffee at the moment is a flat white, and I'm going to show you how to make the perfect crew flat white. First thing you need to think about is water.まあ、みたいな感じですね。こんな感じの動画があって。で、この動画のいいところが、まあ、2分で終わっちゃうっていうところと、字幕がちゃんとついてるところ。あと、発音がすごくクリアに聞こえるっていうので、めちゃくちゃ、ああ、いいな。これで練習しようかなって思いました。で、まあ、今回僕がシャドーイングをするにあたって方法が5つあって、いつもやってる方法なんですけど、1つ目が、興味のある動画を選ぶですね。まあ、僕が今回コーヒーっていうの興味あるから、とりあえずコーヒーの動画を選びました。で、その後、まずは聞いて内容理解。で、わからない単語を調べる。で、字幕を見ながら音読して、最後字幕を見せてシャドーイング。でまあ音読とシャドーイングをくるくる繰り返すみたいな、そういうことを毎日、まあ、毎日じゃないですね、ちょっとやってますね。でまずね、ちょっと動画があんま長くなっても嫌なんですけど、まあとりあえず見ますか。 My favorite cup of coffee at the moment is a flat white, and I'm going to show you how to make the perfect crew flat white. First thing you need to think about is water. Great water inequals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there, they've usually got two filtration systems on their water to make sure that they're getting great water. So use mineral water. Drop that in at the back. A flat white is less milk and more coffee. That's why it tastes so delicious. So think about the cup that you're using. For this one, I only need one shot. But for this one, it's bigger. So I put two shots in there. The next thing you've got to think aboutis warming your coffee cup, especially in the morning. It makes all the difference. If you put beautiful hot coffee into a cold cup, it just kind of dulls it. You lose a bit of its personality. So warm your cup. Just a little bit of hot water in there to heat it up. Okay, so now your cup...まあ、1分くらいでいいですかね。もう、とりあえず、なんか僕もなんか全然なんか聞いてて、なんかわかんない単語とかなんかいっぱい出てきちゃったんで、ちょっとめんどくさくない。で、まずは、僕はこれを何回も聞きますね。とりあえずは。とりあえず聞いていいですか?はい、そんな感じですね。まあ見ました。今、まあ何回か見たんですけど、まあちょっとなんか知らない単語もなんか出てきて、ちょっとあれだなぁ、なんか。いや、もうこんだけ勉強してもさ、なんか知らない単語いっぱい出てくるって、ちょっと、慣れますよね、マジで。本当に慣れる。まあでもいいや。じゃあまず、その後、じゃあ分からない単語調べるフェーズですね。My favorite cup. まあ、そうか、ここが my favorite cup of coffee。まあここは、まあ大丈夫。まあ、私のに、まあ、お気に入りのコーヒーはフラットホワイトですよ、と。で、まあ、これから Coffee at the moment is a flat white, and I'm going to show you how to make the perfect crew flat white. だからクルーフワットホワイト、あ、クルーっていうのが多分この人の、あーそうだね、そのカフェだから、まあこの人の名前だから、このクルーが出したフラットホワイトなんだ。じゃあ調べなくていいよ。 First thing you need to think about is water. うん、最初に必要なのは水だと。いい水が必要なんだって。 Rain equals a great cup of coffee. あーなるほどね。 equals って、 equals これなんだ、これいい子を捨てちゃう、調べてる。多分これ同等なみたいなさ、感じだよね。まあそうだね。だからここの使い方としては、equals a great cup of coffee。だから、まあ、イコールみたいなことよね。イコールみたいな感じで使えるってことですよね。great water イコール great cup of coffee ってことだ。いやーこれ使えるかな、日常会話で。まあ使いたいけどな、ちょっとメモしとこう。If you think about those really cool speciality coffee shop. Cool speciality coffee shop.スペシャリティって、ちょっと待って。まあ、こんな感じで、少しでもなんか不安だなって思ったら、もうすぐ調べちゃいます。スペシャリティ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 。大役スペシャリティじゃん。
まあ、とりあえず特別なコーヒーショップが、まあ、いっぱいあるけど、They've usually got two filtration systems on there. はいはい。フィルトレーションね。何これ。なんか多分フィルターみたいな感じだよね、多分。フィルトレーション。あ、ロッカーね。だからフィルターだから、こういう時になんかイメージつかなかったら僕画像検索するんですよ。はいはいはいと。たぶんまあ、フィルトレーションでコーヒーとか調べたら、多分ね、ほらほらほら。フィルトレーションシステム。で、フィルトレーションシステムちょっと調べてみましょう。システム。あ、ちょっとむずいな。すいません。ちょっとむずかったっす。まあ、とにかく、コーヒーをろ過するなんとかかんとかっていう話だな。だからまあ、いい水を使いましょうみたいな話だ。もうざっくりでいいんですよ。もう、後でもシャドウイングするし、どうせ理解するんだから、とりあえずここはざっくりでいいんです。To make sure they're getting great water, so use mineral water. Drop that in at the back. A flat white. とりあえずミネラルウォーターを入れるわけだね。Drop that in at the back. A flat white is less milk and more coffee. That's why it tastes so delicious.まあ、フラットホワイトっていうコーヒーの種類が、まあ、ラテとかいろいろあると思うんですけど、フォームミルクっていうのがあって、それが少なくて、どちらかというと、こう、苦味のあるコーヒーみたいな感じで美味しいみたいな。確かに美味しいんですよ。ラテはどっちかというとね、なんかミルキーな感じなんですけど、フラットホワイトはね、どっちかというと、こう、大人の味みたいな。まあ、知らんすけど。So think about the cup that you're using. For this one, I only need one shot. But for this one, it's bigger. So I put two shots in there. The next... まあ、カップによって大きさ変えるとね。You gotta think aboutIs warming your coffee cup, especially in the morning. It makes. まあ特に朝ね、especially とかね、特に朝、コーヒーを温めないといけない。コーヒーのこのカップを温めないといけないというね。All the difference. あほら、makes all the difference. まあ一応調べるか。多分 makes make difference って多分ね、慣用句なんだよ。違いが生まれる。もうだから全部違うよねって。もうすべて違うんですと。もうコーヒーのカップを温めるだけで全部違うんですと。You put beautiful hot coffee into kind of dulls it.はいはいはい。It just kind of does it. 何 does it って。これ初めて聞いたんだけど。ちょっと待って。すいませんね。ちょっとブーブー言いながら。いつもこんな感じですよ。ブーブー言いながら英語勉強してます。鈍い。どう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 。生クラの鈍感な。なるほどね。よくわかんない画像は。まあ、どっちかというとまあ、ネガティブな単語ってことですよね。だから、ここで言うと、なんかちょっと、しょぼいね。地味だね。みたいな。地味というかなんだろうな。鈍感。だから、面白みない。つまらない。あまあそう。まあ、美味しくないでいいんじゃない?ここは。lose a bit of its personality. なにこれ。you lose a bit of its personality. personality. だから、何これ。パーソナリティってこういう使い方するの?みたいなね。もう、こんなんばっかっすよ。人格だよね。個性。ああ、まあ、なるほどね。人格って覚えてたけど、どちらかというと、まあ、個性みたいなね。その、なんか、魅力だね。なんか、いいね。魅力みたいな。そのコーヒーの魅力が失われてしまいますよ、みたいなね。なんか日本語でパッとしないときは、僕、オックスフォードディクショナリー入れるんですよ。オックスフォード。この A 辞典があって、ここに、personality。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 personality. personality. まあ人が1あるけど、でもどうなんだろうね。人っぽいけどね、パーソナリティだしね。あ、でも待って。ほらほらほら。なんかまあ興味深いみたいなね。まあ違い、なんかまあ特別なみたいな感じだよね。あるんですよ。調べると。いやー、まあいいか。パーソナリティね。まあ一応こうやって書いといたら、とりあえずなんか調べたらわかるじゃないですか。覚えてるからとりあえず書いとくみたいな。別にこれを、じゃあがっつり覚えるみたいな感じじゃないですけど、こうやって調べてメモしといたら、勝手に記憶に残るみたいなね。そんな適当です。So, warm your cup. Just a little bit of hot water in there to heat it up. Okay, so... まあここまででいいか、とりあえず。とりあえず、まああんま長すぎてもう疲れちゃうから、とりあえず1分くらいで、僕はもう、ああ、なるほどね、みたいな。だいたい1分くらいのとこまで内容が分かったなって思ったら、まあもう一回見てみましょうか、とりあえず。それを知った上で。My favorite cup of coffee at the moment is a flat white. And I'm going to show you how to make the perfect crew flat white.First thing you need to think about is water. Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there, they've usually got two filtration systems on their water to make sure that they're getting great water. So use mineral water. Drop that in at the back. A flat white is less milk and more coffee. That's why it tastes so delicious. So think about the cup that you're using. For this one, I only need one shot. But for this one,It's bigger, so I put two shots in there. The next thing you've got to think about is warming your coffee cup, especially in the morning. It makes all the difference. If you put beautiful hot coffee into a cold cup, it just kind of dulls it. You lose a bit of its personality. So warm your cup. Just a little bit of hot water in there to heat it up.
Okay, so now you're... まあさっきより多分ね、多分調べた後にもう一回聞くと、なんか、あれ、さっきよりちょっと理解できてるみたいな感じが多分あると思うんですよ。まあもちろんその難易度にもよるし、難しすぎるやつだと結構もうやる気なくなっちゃうんですけど、まあでも、まあこう、うん、まあこれもね、なんかイギリス発音でなんか全然聞き取れないんだよな。で、ここから字幕を見ながら音読みたいなの入ってくるんですよ。僕の場合は。まあある程度慣れたな、みたいな。とりあえずまあ大体意味取れたな、みたいな。全部日本語訳にしなくてもいいんですよ。頭の中で、あ、大体こういうこと言ってるなっていうのが分かれば、もう次に行っちゃって全然いいっていう話で、僕はここから字幕を見ながら音読をまずして、その後シャドーイングってなるんですけど、まあ正直シャドーイングまで行くのに結構字幕を見ながら音読をやります。なんでかっていうと、いきなりシャドーイングはめちゃくちゃ難しいから。はい。で、多分一緒に言うと多分音的にうるさいんで、ちょっとコマ送りにしますわ。全然ついていかないですよ、口が。やめていいっすか。まあブリティッシュだからもう口が全然回んないんですよ。だからそこを僕は練習したいなと思って、まあ今回この動画を選んだんですけど、ってことでね、ちょっと細分化してちょっと練習していこうと思います。だからここですよね。だからここもうすでにもうカップオブコーヒーじゃないんですよ。で、アッタモーメントでもないんですよ。もうそれがもう腹立つっていうね。もう普通に書いてあるんだから、そう言って言ってくれよっていう。The flat white。だからここだったら。My favorite cup of coffee at the moment. My favorite cup of coffee。ちょっと待って。で、こういう時はもう、なんか口がもう回んないなってなったら、僕はもう字幕のじゃなくて、再生速度でもう遅くしちゃいますね、とりあえずは。まあ 0.5 にして。で、 YouTube って文字起こし機能があって、字幕がついてるやつはここに文字起こしっていうのがあるんですよ。で、それを表示するとなると、この右側に出てきて、まああんま便利じゃないですけど、自分がもう一回言いたいところにすぐ戻って言ってくれるみたいなね、そういうのがあるんで、僕はよく使ってますね。My favorite cup of coffee at the moment is だから cup of coffee at the moment cup of coffee at the moment だから、だからカッパコーヒーですもんね、ここ。全然カッパオフじゃないし。My favorite cup of coffee at the moment is... はい。アットも言ってないですもんね、これ。だからリスニングができなかったんですよ、僕、高校の時に。もうこういうので全部、僕は、例えば、この My favorite cup of coffee at the moment だったら、僕は My favorite cup of coffee at the moment って覚えてたんですよ。で、それをずっと音読したんですけど、言わないじゃないですか、英語って。だから僕、リスニングできなかった。僕、センター試験リスニング50点中12点でしたからね。最悪ですよ。はぁ、ここでもうめちゃくちゃつまずいてるわ。My favorite cup of coffee at the moment is... My favorite cup of coffee at the moment... My favorite cup of coffee at the moment... もうなんかもうこうなっちゃいますもんね。この人がこうなってるから。My favorite cup of coffee at the moment is the flat white。だからフラットホワイトもこれ T 発音しないっていうね。ちょっともう一回。My favorite cup of coffee at the moment is a flat white. Okay, okay. まあまあ、まあ、あんま良くないけど。そう、発音がね、全然難しいんですよ。だからもう、嫌になっちゃうよ、本当に。もっと上手くなりたいのに。すいません、ブーブー言っちゃって。ちょっと、はい。で、今から 0.75 倍速。0.75 倍、ちょっとね、早くします。My favorite cup of coffee at the moment is a flat white. あ、もう終わった。はい。はい、はい、もう、はい。もうちょっと次行こうとしたら、もう、I'm gonna でもう今つまずきましたね。まあいいや、とりあえず、My favorite cup of coffee at the moment is a flat white. And we're gonna, 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 gonna って感じなんで。まあこんな繰り返しですね。まあどうだろう。まあいいや、とりあえずいきますか。まあ 0.5 倍。My favorite cup of coffee at the moment is a flat white.And I'm gonna show you. And I'm gonna ですよ、もう。I am going to じゃないからね。And I'm gonna show you. Coffee at the moment is a flat white. And I'm gonna show you how to make a perfect crew flat white. First thing you need to think about is water. Okay.いやー、本当はね、録音してやりたいんですけど、まぁ、ちょっと、ちょっとめんどくさい。まぁ、発音が後でね、もうずーっとやった後に最後にちょっとやって修正するみたいな感じなんで、とりあえず今はもうやんなくていいです。だってやっちゃうともう疲れちゃうから。もう僕なんで、やんないです。すいません。じゃあもう一回行くか。いやー、ちょっと怖いなー。0.75 倍速か。OK、行こう。My
favorite cup of coffee at the moment is a flat white. And I'm gonna show you how to make the... あ、この show you だ。show you だから、you をなんか強調してますね、この人は。そういうのもこう、なんか真似すると、自分がいざ喋るときに、ここ強調したいなってときに強調できるんですよね。And I'm gonna show you how to make the perfect... How to make, how to make. だからもう to も to じゃないから、これは。How to make, how to make, how to make. ちょっと待って。How to make, how to make.How to もうるでもないな。How to make, how to make, how to make. Do you know how to make the perfect crew? T も発音しないですもんね、これ。How to make the perfect crew? But why? ああ、先が長いです。まあ発音だからね、今回は。もうなんかもしこれがボキャブラリー増やしちゃったらそこまでわかんない。注力しなくてもいいかもしれないけど、僕は今回これで発音練習したいなって思ってるし、この動画をまあ1ヶ月後くらいにはまあ完コピできるくらいになりたいなと思ってるんで、まあやってますね。じゃあ普通に戻していきますか。My favorite cup of coffee at the moment is a flat white. I'm gonna show you how to make perfect crew flat white. First thing you need to think about is water.Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about the really cool specialty coffee shops out there, water in, big crew flat white. First thing you need to think about is water. Great water in equals a great cup of equals.だからまあ解説とかじゃないんですよ。もうただ僕がすいません勉強してるだけなんで申し訳ないです。ちょっと全然面白くないかもしれないけど。Great water in equals a great cup of coffee. And if you think, great water in equals a great cup of coffee. And if you, だから you まで頑張って発音しないとここで間に合わないんですよ。ちょっともう一回行こうか。じゃあここで最後にしようかな。ちょっともう疲れちゃった。どうなんですよ、シャドウイングめちゃくちゃ疲れるんで、本当にあんまり長いことやんない方がいいです。30分とか時間決めてやった方が後々いいんで、これで1時間とか2時間とか連続でやっちゃうと、もう嫌いになっちゃうから、英語は。もう本当何回も嫌いになりそうだった僕。だからとりあえずはここをちょっと最後クリアしたいですね。だから全然進んでないじゃん。16秒しか進んでないじゃん。まあいいか。こっから行った方がいいのか。Is water. Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there.あ、もう一息ですよね。Those really cool specialty coffee shops out there.でもここもう息継ぎしてる時間ないから、もうその時点前にもう準備しないといけないですよね。 And if you think about から is water. Great water in water in じゃない water in water in だからもう water の water の t じゃなくてもうすでに r 始まってるから、なんか t が分かんないけどなんか r になったりするじゃないですか。だから water in OK 言いますよ。Is water. Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there, they've usually got those really cool specialty coffee shops out there. もうこんなことの繰り返しですよ。Is water. Great water in
equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there. Okay! Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. じゃあもう標準でいきますよ。Is water. Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there. Thank you. Okay. Is water. Great water in equals a great cup of coffee. And if you think about those really cool specialty coffee shops out there.もう終わった。はい、フィルトレーションシステムで終わりましたね。まあそんな感じですね。それで字幕を見ながら音読が終わったら、とりあえずね、慣れたら、あとはこの字幕を消してやるわけですよ。だから、こうやって目つぶって、こうやって、もう目つぶって、もう難しいからこれをどんどん練習していくみたいな感じですね。いや、ちょっとシャドウイングも疲れたな。やめていいですか？すいません。じゃあ、まあこんな感じでやっていくわけですよ。まあいつもこういうのをね、まあ大体さ、1時間くらいでもう僕はやりたくないですけどね。もうそのくらいで一回やめて休憩して、また別の勉強やるみたいな。そういった方が、まあ長く息が続いていく勉強法になるのかなと思って。まあもちろんなんかすっげえやる人もいるんで中には、それはもうそれですごいなって思うんですけど、僕もやった身として、もう嫌いになっちゃったんだ、英語が。だから、ある程度この辺だな、みたいな。満足するちょっと一歩手前くらいでもやれちゃう、みたいな。まあそんな感じですね。まあ本当にシャドーイング効果あると思うんで、特にリスニング力とか、速力力にもなるし、あとは発音とボキャブラリーまで伸びる。すごいいい勉強法だと思うんで、ただ、やってみるとわかりますけど、相当結構ハードな勉強法なんで、頑張りましょう、という感じですね。こんな感じです。はい、ということで今回の動画はこんな感じですけど、以上になります。本当にありがとうございました。また、頑張っていきましょう、英語勉強。よし。